はい、それでは本日もこちらをやっていきましょう。稲妻イレブン3と、まあ、前回遊戯王のモンスターカプセルをレベル上げのパターンにしたということで、またしばらくそのレベル上げ中こちらをやっていきます。合言葉ね、どうやるんだ。一度クリアしたんだけどな。ああから合言葉なんだろうな。ミニバトルでは A ボタンや画面タッチで1番をスキップできる。ボールを奪うとか2点以上とかスキップすれば時間を有効に使える。逆にボールを取られるなとかな、スキップさせない方がいいかもな。まあよく考えてみな。一瞬やることと MMI を見に行ったピョンタとはぐれてしまったんです。ピョンタ今頃どうしたのかの、元気でもいいんだぞ。装飾系裏方決まったぜ。60もくれるとは。今の時点が結構。ほら、アルゼンチンへようこそ。ここからまっすぐ行くと銅像広場、北へ行くと Y 字路があるよ。でサーフィン金メダルおめでとうございます。トルネードキャッチ。どうだ、刻まれしたいよ。時の流れのままに進め、6の魔女に求めるものはある。ワインの太陽っていうのが Y 字路の太陽ってことだな。今そこの太陽の図を見て違うって思った。愛の太陽。愛の太陽。
間稼ぎにボールを持っていたら、愛の太陽よく見るとマンホールに言葉が彫ってあるぞ。優勝はジ・エンパイア。まさかこれが合言葉なのか。随分と面倒なことをするものだな。だけどこれで情報屋から話を聞くことができるはずだ。早速会いに行ってみよう。ボールを取られるなってのが結構一番やりにくいという。取られました。ほう、ああいう言葉を見つけてきたか。優勝はジ・エンパイア。そう、その通り。優勝はアルゼンチン代表のものだ。いいだろう。お前たちが聞きたいのはパオロとかいうイタリア代表の監督のことだな。なぜそれを。情報屋の間じゃ今はその話題でも打ち切りさ。パオロ監督が数日前からサングラスをかけた金髪の男と話しているのが目撃されているんだ。影山だな。パオロ監督はその金髪の男の手下みたいなやつに無理やり連れてこられたそうだ。そういえばマントのあんたにそっくりだったな。それで彼らはどんな話をしていたんですか。どうやら金をやるから監督を辞めろって持ちかけられていたみたいだな。パオル監督は断ったが選手たちがどうなっても知らないと落とされたらしい。金は受け取らなかったが結局クビになってもうライオコット島にはいないらしいぜ。そんな。ヒデオ大丈夫か。なありがとう、ここまで付き合ってくれて。あとは俺たちで何とかするよ。チーム K がどんな相手だろうと2日後の試合に必ず勝って代表の座を守ってみせる。なあ、でも気をつけろよ。影山本当に恐ろしいやつなんだ。君たちこそ気をつけて。3日後はアルゼンチン戦だろ。テレサ強いよ、頑張ってくれ。なありがとう。それじゃあ俺たちもひとまず宿舎へ戻ろうか。あの人のことだ。チームに本当に必要な時にきっと帰ってくるはずさ。さあ練習をしよう。あの人がいない間俺たちがチームを守るんだ。イリオは強敵です。イタリア代表との試合そう簡単に勝てるとは限りませんよ。抜かりはない。すでに手は打っているよ。
一試合勝ったくらいで一気に手のひら返すなんてその程度のやつらなのか。ここで稲妻ジャパンが連勝するんだって。僕こそ入れちゃおっと。伝えることがあったような気がしたのじゃが、もうそりゃ緑川と滝沼がどこかでこっそり特訓してるらしいぞ。場所は、はて忘れちまったが、確か雷門中のどこかと沖縄のどこかとかなんとか言っておったような。いつも俺とは限らんとかなんとか言っておったそうな。関物忘れが激しいの。対戦ルートのやつですな。やはりイタリアの監督は影山だったのか。この件に関しては鬼ヶ原刑事が調査を始めている。お前たちは3日後にアルゼンチン戦に集中するんだ。分かったな。はい。次の日、よし今日からまたアルゼンチンの天敵の守りを俺たちで崩してやろうぜ。キロ、特訓だの文字を読み逃していた。足りないんだな。もっとこう熱さっていうか心の底から湧き上がってくるものを全身で表現してえとよ。それならいい方法があるよ。この辺のチョコキーパー。なに、こうやって立ち向かえ、もっと怒らせるんだ、燃え上がらせるんだよ。気が向かないでやすが、大事山道に乗るはこちょだし、お前の母ちゃんデーブソー。なにゃー、立ち向かいの周りなんか黒い方から見えるぞ。これもしかして、え、何もそこまで言わなくても。ねえ、本気で落ち込んでしまったす。でもなんだこの感じ、心臓のあたり何かすごい気を感じる。マチンズハンドは心臓のあたりに木を集める技だったな。もしこの調子でもっとたくさんの木を集めることができたら、みんなもっと俺にシュートを打ってくれ。あと悪口もちょこっとだけなら。ヒヒヒ、ドクロクちゃん行くぞー。なんだ、悪口を言うんじゃないのか。なんか立ち向かいたちも盛り上がってるな。けどお前たち何をやってる。練習に集中できないならばグラウンドから出ろ。わかりました。待ってください、工藤監督。いいんだ、少し頭を冷やしてくる。昨日はまだ悩んでたんだな、影山のことは。なんだお前さ、ずいぶん難しい顔してるの。面倒、お前さんに手紙が届いてるぞ。ほら、本当に、もしかしてまたじいちゃんから。いや、大輔の字の暗示ではないようだぞ。開けてみたらどうだ。
差出人は書いてないみたいだ。なんだか気になるな。遠藤、行ってみたらどうだ。まあとにかくこうやって出てくる敵はできる限りのして経験値もらわないと。うれ、よっしゃ。セントラルパークっていうところだ。ここだ。夏美、どうしてここに。お待て、留学中のはずだろう。じいちゃん、やっぱり生きていたな。じいちゃんがここに。お前の頂上への第一歩だな。もうせっかくならしみんなに会っていけばいいのに。なんだろう、もしかして影山のことで何かあったのかな。な、お前もな、いろいろありがとう、夏美。それにしてもフィデオたちが気になるな。ちょっと港の方へ行ってみるか。これブログっていうのか。面白いことやってるんだね。木戸は影山のことで悩んでる。俺は何がしてやれるんだ。待ってくれ、お前たちどこへ行くんだ。すまないフィデオ、だがこれは公式な試合じゃない。怪我をするのは嫌なんだ。逃げることは諦めることだ。みんなで立ち向かうんだ、ミスター K に。どうして指図されないといけないんだよ、キャプテンでもないお前にさ。ミスター K に。昨日お前らと別れてからチーム K がやってきて試合に出るなと脅しを受けたんだ。それでも練習を続けていたらいきなり木材が起きてきて、キーパーのブラージが蹴らがう。それでみんなチーム K とは戦いたくないと去っていってしまった。残ったメンバーは7人。このままでは明日のミスター K との試合を戦えない。フィデオ、だったらお前たちのチームで戦う。
俺が公式試合じゃ、公式試合じゃないなら OK だろ。でも君にそこまでしてもらうわけには。フィデオのたち、フィデオのたち、ね、フィデオたちのためだけじゃない。俺だって影山の卑怯なやり方許せないんだ。それにフィデオ、お前がイタリア代表じゃなくなるなんて、そんなの嫌だ。フィデオたちさ、FAY の舞台で思いっきりサッカーしたいんだ。エンド、ありがとう。そういうことなら俺も一緒に戦わせてくれ。昨日は、いいのか、影山と戦うことになるんだぞ。大丈夫だ。あいつとはいつか決着をつけなくてはいけない。それに今のままでは2日後のアルゼンチン戦にも集中できそうにないんだ。だったら俺もチームに入れてくれ。俺も影山と戦わせてほしい。佐久間、これで10人、足りないのはあと1人か。だったら俺の出番だろ。影山と決着をつけに行くんだろ。俺だけ仲間外れってのはないんじゃねえの。不動、なんだよその顔は。影山と繋がってるかもしれないってのはお互い様だろ。やめろ、まだその音言ってるのか。とにかくこれでチーム K と試合ができる。本当に感謝するよ。なあフィデオ、お前たち今日は日本宿舎へ泊まっていかないか。そうだな、イタリア街にいるとはまた影山に狙われるかもしれない。でもいいのか。遠慮すんなって、みんなきっと喜ぶぞ。それじゃあ行こうぜ。でもこういうのが本当は一番いいんだよな。試合は敵同士だけれども、試合のないところでは本当にこういったつながりを持って一度に一緒に戦ったとも、そういうのだから試合では思いっきり戦って自分の力を最大限に出すことで相手にも相手への誠意を見せる、そういうのが一番いいんだろうけどね。よっしゃ。どんどん仲間が入るようになったな。試合やレベルが上がっていくと、こういう風に仲間が増えていく確率が上がってくるのか。宝箱はないよ。なるほど、事情は分かった。そういうことならば我々も協力させるもの。明日のチームケイトの試合までこの宿舎を自由に使ってくれ。ありがとうございます。なあフィデオ、ヨーロッパのサッカーについていろいろと聞かせてくれよ。日本食は好きだよ。日本には知り合いがいるんだ。そうなんだ、初耳だな。ハルナ、アルゼンチン側に用事が。今彼を危険、一人にするのは危険なんじゃないか。ヘンド、彼を探しに行こう。なあ、昨日大丈夫かな。
おお前らか、あそこにいるのはお前らの仲間じゃないのか。影山、一体何を企んでいる。またサッカーを怪我そうとしているのか。ギドギド、私の元へ来い。お前に一からサッカーを教えたのこの私だ。お前は私の最高傑作なのだ。影山、どこだ、どこにいる。考えすぎて幻を見ているのか。俺はあいつの呪縛からまだ抜け出せないでいる。情けないね。それでも元帝国学園のキャプテンかよ。フード、貴様何をしに来た。ほらボールだ、受け取りな。シュート練習、気分転換にはなるんじゃないの。貴様などに一応同情されたくない。影山とつながってるかもしれない貴様などぞ。言うねえ。それを言うならお前だって。影山んとこにお前のそっくりさんが出たって言うじゃん。そりゃお前のことじゃねえのか。知らん。さ、どうかな。そういう貴様はどうなんだ。影山にそそのかされて寝返ったんではないのか。こういう風に言いたいことを言い合えうのが必要ってことか。 FFI 世界大会で優勝だ。優勝し力を手に入れて周りを見返すんじゃなかったのか。お前の言う力とは影山の力を借りて手に入れるものなのか。言ってくれるじゃねえか。二人とも。エノア、ミスター K のこと詳しく教えてくれないか。彼らはあんなに熱くする男のことを。そうだったのか、ミスター K がそんなことを。君はいいキャプテンだな。チームメイトたちのことをとても心配して。稲妻ジャパンを見てたらわかる。みんな君のことを信頼してる。俺たちイタリア代表のキャプテンもそんな人なんだ。ちょっと似てるかな。フィデオたちのキャプテンってどっか行ってるのか。まあ、だから俺が代わりにキャプテンをやってるんだ。でもいつも大事な時に帰ってくる。俺の憧れなんだよ。おーいやあれあれ、あいつらまだやってるのか。もうしこちゃん戻らないと。守る。え、君のことを今から守るって呼んでもいいかい。もちろん、フィデオ。ありがとう、マムル。それじゃ、日本宿舎帰ろうか。そういや、戻さなきゃどうせ言っちゅうね。次の日、チームケイトの試合当日。あ、それじゃ行ってきます、響監督。気をつけろ、相手はあの影山だ。何を企んでいるのかわからない。一緒に来たが、俺も工藤も大会ホームから急に呼び出されてな。すまん。なあ、江野君、よかった間に合って。大変なんです、立ち向かい君が急に倒れて。なんだって。すみません、遠藤さん、チームケイトの大事な試合の前に騒がせちゃって。
こりゃ疲労だな。大方無理な特訓でも続けてきたんだろう。無理な特訓って、どうしたそんなことを。あれ、焦ってたんです。遠藤さんみたいに自分自身の技が欲しいって。遠藤さんの真似をするだけじゃ俺が代表に選ばれた意味がない。だが立ち向かい、俺だってそうさ。自分がずっとじいちゃんを追いかけてたってことを人に言われて気づいたんだ。でもかっこいいって思ったら真似したくなるよな。ちょっと恥ずかしいけど、立ち向かいは俺のこと真似してくれた。それすっげえ嬉しいんだぜ。遠藤さん、大丈夫かい。まだ諦めたわけじゃねえんだろ。自分だけの技の完成、まだまだこれからです。気分が良くなったらまた特訓頑張りましょう。遠藤さん、みんなありがとう。遠藤のやつ励ますの天才だな。まあ俺たちだってあいつに どんなに力をもらってきたか。彼の一言で周りの気持ちが明るくなる。不思議なやつだな。よし、それじゃチームケイトの試合に出発だ。やつらとの試合、イタリアエリアのグラウンドであるんだったね。あそこは俺たちイタリア代表ルフェンズのグラウンドなんだ。絶対に渡さない。さあ行こう。木戸さん、佐久間さん、それに不動さんにフィデオさんも頑張ってくださいね。木戸、佐久間、不動、準備はできてるか。パーティーの中に入ってくれ。大丈夫だな。あや、木戸、佐久間、不動、あ、こっちに入れなきゃ。あ、ええ、こっちに入れなきゃなんないってか、めんどいな。何やったんだ。さっさと影山んとこ行こうぜ。いつの間に2回上げられていたんだよ。一方、その頃日本外に残っているメンバーは、立ち向かい、もう体の方は大丈夫なんですか。なあ、遠藤さんたちだって頑張っているんだ。いつまでも寝ていられないよ。うわー、お前さんたち大変だぞ。今大会ホームから連絡があって。あんた、あんた、その話は聞いてないぞ。どう、実はこれ罠だったんですよね。このメンバーを誘い込んで
試合に勝たせないっていう風なのだったと思うけど、久しぶりだな、キム。影山。私の最高の作品、お前は必ず来ると思っていた。黙れ。貴様には聞きたいことがたくさんある。常に冷静であると教えたはずだぞ。苛立ちは判断を曇らせる。おい、ミスタケ。お前のいたす、お前の好きにはさせないぜ。イタリア代表の座を渡さない。黙らせる。はい、そうする。こいつは、あなた、昨日にそっくりだぞ。この程度の攻撃も避けることができないのか。見るがいい。これが私の新たな作品、デモーニオストラーダだ。軌道より鋭く、速く、そして強く。私の作品はここまで進化したのだ。そこまでするかね。そうか、イタリアの監督に連れ去った軌道にそっくりはこいつだったんだな。私はこのチーム系で世界の頂点を極め、全てのサッカーを否定し破壊する。お前たちは決別した過去に未来を破壊されるのだ。ミスタケ、約束です。この試合に勝った方がイタリア代表になると。私は約束は守る。サッカーは勝つことが全て、負ければ存在する意味がないのだから。まや、まだそんなことは。ひどい言うと、この試合でお前には消えてもらう。俺たちこそ創水の理想、究極のチーム。そして俺が究極だ。さあ、勝負を始めようじゃないか。さあ、試合を始めよう。私のチーム K とな。軌道、デモーニを見るがいい。デモーニは自信にあふれ、約束された勝利を楽しんでいる。そう、あれはお前が失った姿だ。私のもとで帝国のサッカーを極めたあの日の。俺は何も失ってなどいない。それどころか、遠藤たちと出会い、より多くのものを手に入れた。強がりを言うな。私の意志はお前の中に刻み込まれているのだ。なぜなら私がお前をそう作り上げたのだからな。俺はあの人から。キドウ君、こっち向けよ。バカ。何をする。どうだ、少しは頭が冷えたか。いつもチームプレーがどうとか絶叫垂れてる割には周りに目が入ってねえんじゃねえの。影山を倒すのは俺たちでなくちゃならねえ。そうだろ。キドウ、あの技をやってみないか。あの技、まさかお前皇帝ペンギン1号を使うつもりか。冗談きついぜ。あんなおっかねえ技俺は使いたくねえよ。今の俺ならできるんじゃねえの。皇帝ペンギン1号の威力と2号のバランスを持った新しい技が。そんな技があるのか。まさか昨日あのパス練習はあの幻の究極奥義のために本当に
できるのか。ずっと不可能だと言われていた固定ペンギン3号が。この島で偶然影山を見つけた時は正直俺も驚いたさ。でもその時思ったよ、あいつを見返してやりたいってね。ほら鬼流とか言いやがったあいつを。そのためには習得不可能って言われていた皇帝ペンギン3号を完成させるのがいいと思ってな。だがその特訓をこの島でやってたら影山に邪魔されるかもしれない。それに下手すりゃ皇帝ペンギン3号のヒントを奪われて先に覚えられるかもしれないだろう。そこで影山を油断させるために寝返ったふりをしていたってわけ。でもなぜ本当のことを黙っていた。俺たちに話してくれても。本当のことを言ってたらお前らは信じてたのかよ。まあいいさ、どうせ俺は嫌われ者だからな、このチームでは。フドなんてな。しかし見物だってぜ、キドウ君、お前の焦った顔はいいよ。フド、お前ってやつは。フド、疑ってすまなかった、キドウ。気持ち悪いな。お前らはいつも、いつもみたいに偉そうにしてりゃいいんだよ。キドウ、言うと、お前の能力が俺の期待通りなのは、皇帝ペンギン3号は必ず成功する。面白い。やってみる価値はあるな。遅れを取れない、不動。俺にも協力させてくれ。俺たち3人なら、そのシュートを完成させられるはずだ。総帥、お任せください。あんなチーム、我々の相手ではありません。甘く見るな。特にあの遠藤守はな、遠藤大輔の血を受け継ぐ者は何をしでかすかわからない。お前たちには能力複製プログラムで最高の力を与えている。必ずや勝利をしてみせろ。能力複製ってことは誰かのコピーってことだよな。最高の力じゃねえじゃん、その時点で。そうでなければお前たちに存在する価値はない。はっ。あ、行くぞ。なんだ俺、今更か。エンド、フォーメーションは今のままで大丈夫か。試合に入る前に一度確認しておいた方がいいかもしれないぞ。ミッドフィルダーがディフェンダーになっちゃってるよ。サンキュー。まあこんなところだな。オールフェイスチーム K。 おいおい、いきなりボールを回れちまったぞ。やっぱりいつものメンバーじゃないからバランスが良くないんだ。俺たちチーム K こそ総帥の理想究極のチーム。そしてこれが究極のシュートだ。うぅどうだ、究極のペンギン。それが皇帝ペンギン X。 そして俺が究極だ、キドウ。これで分かっただろう。私という過去から逃れることはできないのだ。もうそんな言葉には惑わされん。過去を背負っても前へ進むことはできる。今のお前を作ったのは私だ。帰ってこい、キドウ。私のもとにしかお前の未来はない。
ならばこれからの道は俺が作る。俺は遠藤と稲妻ジャパンと共に進む。いぞ、ついてこい不動佐久間。仕切ってんじゃねえよ。見せてやる。これが俺たちが作り上げた俺たちだけの技、皇帝ペンギンの最終進化系皇帝ペンギン3号。影山、この技こそが俺たちの答えだ。まあ持っていけねえようにならなきゃ話なんだけどな。あ、そうか、今はオールベースメンバーなんだ。イリュージョンボール。行くぞ、これが俺たちの必殺技だ、皇帝ペンギン3号だ。ほら、皇帝ペンギン3号フルパワーシールド。うわっ、当然だ。調子に乗るな。メテオシャワー。ふっ。あっ。フォトンフラッシュ。ほれそれ、まあそりゃファール食らうわな。でこっちは食らわないのね、ファールを。ふん、うわぁ、ブロックサーカス。クモの糸エコーボール。へへ、うれワームホール。シュート技つく。やるな、手加減はしない。ジャッジする返し。あの軌道の偽物強いな。軌道の技やテクニックをそのままコピーしてるだけはある。お前、
お前軌道のコピーで満足なのか。自分自身のサッカーどこにあるんだよ。そんな風にサッカーやって楽しいのか。そうだミスター K、 ミスター K はお前たちを利用してるだけだ。目を覚ませ。俺はお前に憧れていたよ、イタリアの白い流星フィリオアルテラ。サッカーをする者誰でも憧れる夢、代表として世界大会に出場する。だがそれは選ばれた人間だけ。俺は到底届けなかった。そんな時総帥が現れた。総帥は俺たちに力をくれたんだ。俺は究極、誰も俺に勝つことなどできない。究極のものなど存在しない。みんな究極のプレーを目指し努力する。努力するから進化するんだ。自分を究極だと認めれば進化はそこで終わるぞ。黙れ、後半からそんな口を叩けないようにしてやる。なんだこれは。デモニア、急に立ち止まってどうかしたのか。いや、なんでもない、行こう。やはり奴でもあの力に耐えられないか。キドの PP を。ワンリア正直無尽蔵に使えたからな。しかも後半なんか技が減らなかったぞ今。バーバリアンの盾。ふぅ、あ、しまった。もう向こうは使い終わってるから別にこれ使わなくてもよかった。なっそ、取られた。もう一回打てるかなと思ったけれども。なあ、オフサイドだったよ。ブロックザーガス。軌道と間違いだ。行くぞ。皇帝ペンギン3号。パワーシールド。当然だ。調子に乗るな。ジャッジする。レップダッシュ。あれ、パワーシールドは
ほら。ダメか。佐久間も打てるんだ、皇帝ペンギン。それ。パワーシールド。ほら。普通のシュートだったらやっぱりこの技でブロックされるわな。これが俺たちの力さ。こんなところで破れるなんて。バカな、俺は究極の存在、誰も俺には勝てないはずなのに。力を与えられた者の最後か。脆いね。まだだ、まだ終わっていない。ボールはどこだ。まさか目が見えなくなってるのか。拒絶反応が出たか。お前は軌道を超える力を持つようにプログラムを与えた。だがお前には過ぎた力だったようだ。影山、大丈夫です。まだやれます。創生、消えろ。敗者に存在価値はない。そんな、創生。デモニア、もういいんだ。こんな力俺たちには大きすぎたんだ。戻ろう、デモニア。力なんてなかったけど、俺たちのサッカーができていたあの頃に。みんな、デモニア。また試合をしよう。今度はお前たちのサッカーでな。キド、ありがとう。約束です、ミスター君。イタリア代表の座は俺たちのものです。好きにしろ。だがイタリア代表監督は私だ。お前たちが私の理想とする完璧な選手にならねば、お前たちに用はない。分かったな。待て影山、ヒデオ大変だ。ジョジョ、みんなも帰ってきてくれたのか。そんなことより今電話があって、日本とアルゼンチンの試合が今日になったって。もうすぐ開始するみたいなんだ。なんだって。また追い稲妻ジャパン。影山、どこまでも卑怯だ。守り行こう。試合会場までの近道案内するよ。でもこれ確か間に合わなかったよな。なんだよお前ら、ここどうせ。ウド、これじゃ試合に間に合わない。みんな、そう、これ間に合わないんですよね。時を遡ること数時間前。まさか急に試合の日が変わるなんて。ヘンド君たちがまだ帰ってきてないっていうのに。もう試合会場への船が出てしまうぞ。俺たちだけで行くしかないだろう。
遠藤たちは必ず来る。信じよう。でもそれしかないですよね。試合を棄権するよりはよっぽどいいぜ。ここからは聞き慣れない名前のメンバーですが。ワンセグ。それも懐かしいな。ワンセグ。もう今ワンセグないよな。じゃあとりあえずここまでにしておきたいと思います。とでは失礼します。